ということは紛れもない事実であります。来たる次の戦いの時にもう一度鈴木たわごと夢を見ようじゃないか、夢を持とうじゃないか、未来に向かって共に進もうじゃないかと思っていただけるようしっかり努力をさせていただく、そのことを改めてお誓いを申し上げます。ありがとうございました。はい。